カンスして帰ろうよ。帰る。バカンスして。なあ。もうええか。ああ。6時42分登山開始です。まず吊り橋、高いとこ苦手なんです。涼しいな、木陰は。あ、やばい。環境省。5.2 キロで室堂です。これが中半場。ストップ外来植物、マットで靴底の土をよく落としてください。もうケトンエンジンフル回転でアップ完了して、すごい体も気持ちもめっちゃ軽いです。もうどこまでも行けそう、2往復ぐらいできそうな気分です。出ないと、痛すぎるから飲んでる時に。ああ、飲んで麻痺させんねんな。もうあれ植えちゃう。変わってないよ。だいぶ上やな。先っぽの景色は全然変わってない。4.9 度見たけど、まだ半分来てないよ。あれが来てるの。これ避難小屋だったっけ。陣之助避難小屋でございます。水のプレッシャーと、お前こんな感じで、お前まだ風があるからマシやな。すがすがし小屋がもうあんなちっちゃい、一瞬できました。新たな展開です。もうだいぶ上が近づいてきました。2000超えましたよね。はい、ね、空気が薄くなっているはずですけど、別にそんなに感じません。あそこ登っていきます。8ですよ、もう早いな。高さ変えて覚えてないけど、あもうやろ。滝水が気持ちいいな。マイナス4。あー冷たい。やっぱ2000超えたら違うよね、景色が。振動の人たちが見えます。ハートで息残ってますよ。黒ぼこ岩です。2320。電球です。よく見た景色、これや。サプライズ。サプライズ。あの上に越えてから山小屋あると思ったら、まさかのもうここにあって、サプライズ。嬉しい、嬉しすぎる。やっぱあの平坦がでかい。
なあ、あの距離だいぶ行ったんじゃん。だいぶ300ぐらいあったんじゃん。嬉しい。白土、白山室土デジタルセンター、でかいな。なあ、800円うまいやろな。800円のビールうまいやろな。あれが頂上じゃない、あの向こうぐらいじゃん。あ、でもあれ寝てるやん、頂上の。おるやん。いや、おるけど、なんか途中のあれちゃう。いや、絶対10時13分です。カロリーは1510消費してます。体の調子は絶好調です。さあ、頂上までラストラン行きましょう。御前ヶ峰まで、あとちょい。あと、残り、どんだけとか考えるより、目の前の一歩一歩をゆっくりでも確実に進んでいれば、気がついたらもう頂上に着きます。高間ヶ原、あと500。あ、やっぱ若干空気薄いよな。あれなんねやろ、あの山は。なんか山なんやろな。もうラストそこまでって分かってるんですけどね。もう終わりかよ。なんかあっけないな、幕切れ。あとこの倍でもいけたな。撮りましょうか。てか、あそこ大池めぐり言うたら、あそこめぐってるな。これくるっとめぐったら結構時間かかるよな。いや、それそこ見て、ずっと行ってるやん。冷たいやろな、あれな。あそこエメラルドグリーンやで。ちんにフィンランド、フィンランド どうですか、ロイチュー、頂上。昨日より楽。楽やな。もうケトンエンジン、うるさい。もうみなぎってます。水と飯があるから。せやな。11時9分、下山開始します。はい、行きましょう。もう一回ちょっと休憩します。シャバシャバやな。ただ歩きたかっただけです。あっちに行くわけじゃないんです。
12時です。ジャスト。3時間くらいで行けるのかな。木道まで来ました。めっちゃ人少ない。ん？人少ないな、朝とか。すごいな。あんな多かったね。黒ボコ岩から分岐を今度は観光新道を通って帰ります。行きと違うルートで降ります。でも最後は一緒になるんで。なあ、ジャズか224で、ここ岩ゴロゴロでズルズル滑るんで突っこけてストック折れました。2本になりました。1本が結構険しいです。神経使う。殿が池避難小屋。さあ、バッテリーチェンジも OK 完了しました。12時50分、あとはうん、横横横、うん、半分今日来てないやろ。ああ、全体の頂上からの、うん、そやな。めっちゃ尾根が見えてます。駐車場も七つ坂まで行きました。あと 3.1 キロ。ぽっつい岩。あと3キロです。登りますわ。よっしゃ。よっしゃ。これはもうチクちゃん降りられへんわ。めっちゃ怖いで。あ、これは怖い。命がけ。毎回前太もも使って降りてたら疲れてくるんで、時にはこう半身になって降りてこう違う筋肉を使う。こうとかこうとか、こう降りると重心を後ろに残したまま前足つけるんで安全です。そしてよっぽど急やったらもうなんなら後ろ向きで降りる。いろんな下り方のバリエーションがあります。1キロ一ノ瀬まで行っちゃう。こっち行けんでこれは危険や。滑りそう。石の上に砂乗っててめっちゃ滑りそう。あー怖い。もう待てました。怖い。橋が見えてきましたよ。もうすぐそこに。楽しかった苦しかった2日間がもうそこで終わろうとしてます。こうなったら苦しかったことも忘れてすっごい寂しい気持ちになりますよね。温泉入って帰ります。はい、無事一ノ瀬まで帰ってきました。あとは温泉入って大阪まで帰ります。
朝我々来た時に第6駐車場に案内されたんですけど、車もパンパンやったんです。一ノ瀬でも全員が全員その日に登る人じゃなくて、前日から登ってる人もいますし、なんならキャンプに来てる人もいるんで、あとバス待ちもめっちゃ長蛇の列になりますけど、20分に1回ピストンで帰ってくるって書いてますけど、4台ぐらいピストンしてるんで20分もかからずに結構朝回転してくれます。だからめっちゃ並んでても結構バンバン空いていくんで、バス待ちバス停がいっぱいでも慣れずに並んでてください。お願いします。駐車場いっぱいでも決して全員が全員その日の登山者じゃないんで。はい、お風呂入りました。あとは大阪に帰るだけです。リクエストアドバイスはコメント欄にお願いします。チャンネル登録高評価お願いします。ではまた。